のスピードも気になってしまうんです ね皆さん。それはならではですよ ね、はい、それにしてもこのブルーカーペットを歩く様は本当に皆さん、はい、もう本当かっこいいですね。まあ、コードブルーの11人の豪華キャストがブルーを取り入れた衣装でブルーカーペットを歩くわけですから、もうこれは絵にならないわけがない。そうですね、はい、ヤマピーは舞台挨拶でコードブルーが始まった時は23歳くらいで、芸能の仕事って何なんだろうという葛藤がすごくあったと告白、それでもこのドラマをきっかけにドクターになろうと思ったという話を聞いて、僕ができるのはこういうことなんだとコードブルーを通して気づかされたと話し、感極まる場面もありました。